おはようございます。先日私はですね、ベースでちょいメロディー、正解はワゴンホイールというタイトルの動画をアップいたしました。ソニーロリンズのワゴンホイールのメロディーをですね、ベースで弾いて、じゃあこれ何でしょうということの答え合わせ動画なんですが、この動画の最後にですね、また一つ問題を出しました。まあ正解から言っちゃうとジュジュなんですけれどもね、ウェン・ショーターの曲の。ちょうどその時期に、ね、テナーサックス奏者、ソプラノサックス奏者のウェン・ショーターが亡くなってしまいましてですね、それで、私が大好きなショーターの曲のジュジュを弾いてみたつもりだったんですね。でもまあ、弾き方が悪かったのか、もっと多くのね、反応があるかなと思っていたんですけれども、3人の方しかですね、コメントがなくて、ちょっと残念な気持ちになっているところなんですけれども、まあほら、結構一時期、ちょうどね、亡くなったことで、ジャズファンの間では話題になっていた時期だったので、結構もっと多くの人が響いてくれるのかなと思ったんですけども、やっぱり、あれなんですかね、ジュジュって曲自体がまだマイナーだったのかねとかね、いろいろちょっと考えちゃいましたけどね。まあ皆さんがツボるショーターのナンバーは違う曲だったのかもしれませんけどね。私ね、このジュジュって曲すごく大好きなんですけどね。これこんな風に弾いたのかな、ちょっとベースのこれをこれで大丈夫かな。お、なんかすごいノイズが。ちょっと離れましょう。こんな感じですよね。こんな感じ。もうちょっとボリューム上げようかな。こんな感じで弾きましたよね。こんな感じね。こんな感じかな。がすごいぞ、もうアンプがそろそろいかれてきたかなって感じですけど、こんな感じでショーターのジュジュを弾いてみたんですよ。ここがいいですよね。でこうでちょっとホールトンっぽい飾りフレーズが入ってね。で間違えた。もう一回繰り返すんですね。で伸ばして、まあ、2回目、これ2回繰り返すんですけど、2回目は C で終わるんですよね。これがテーマなんですけどもね、ジュジュのなかなか魅力的なテーマですよね。なかなかスタンダード、普通のスタンダード、まあ普通のスタンダードってなんじゃこれなんですけれども、いわゆる枯葉だったりとかね、オールオブミーとか、そういうスタンダードのメロディーの流れとは全然違う発想で作られている、このメロディーのね、生き方、持っていき方、運び方が、まあ、ちょっとオーネット・コールマン的なところもなんとなく感じるんですけども、何か新しい価値を作ってやろうみたいな意気込みはすごく感じられますよね、当時としてはね。まあ1965年の録音だったと思うんですけどね。まあ1965年といえば、これまあブルーノートから出ているアルバムなんですけどね、ジュジュっていうのは。ハービー・ハンコックの処女公開も1965年だったと思うんですね。だからブルーノートの新主流派時代に吹き込まれたアルバムなんですけどもね、まあ、新しい感性の、もうハードバップからもうちょっと新しい流れに行き着いていた頃のね、ハンコックとかね、あとジョー・ヘンダーソンだったりとかね、ベースだとロン・カーター、ドラムだとトニー・ウィリアムスだったりとかね、まああとはハービー・ハンコックとか、マッコイ・タイナー、モード奏法を駆使するピアニストたちによって
形作られた、まあ、新しい形のジャズ、まあ、結構ねマイルスの当時のメンバーが多いっちゃ多いんですけれども、そういう人たちによるねなんか新しい武器のジャズ、これはね私ジャズ入門したての頃全くこの辺りのジャズわからなかったんですよ。やっぱハードバップじゃいいなんて思っていてついでだんだんビバップの良さもだんだん分かってきて、やっぱりビバップ最高なんて言っていた時期にこれ聞いちゃっても全然分からんかったですね、やっぱね。だからまあショーターとかねをはじめとした、あとジョー・ヘンダーソンとかそこら辺をはじめとしたですね人たちの、あの新シュル派と言われているね、くくられていた、あのまあ岩波洋三さんがつけたみたいですけどね、その名前ね、そのあたりのジャズはなかなかね理解するまで時間かかりましたけど、一旦分かるとな、いいねすごいいいじゃんっていう、あのメロディー以外にもね、このアドリブ以外でもそのアンサンブルとかね、そのアンサンブルの複雑さとか不思議さとか、あと自由さとか、あと広がりみたいなもので抽象度が非常に増しているので、非常にねハマるとすごいハマる世界だと思うんですよね。だから新主流派私大好きです今では。なのでまあその中でも特にねジュジュというアルバムはすごくいいアルバムだと思うんですよね。ワンホーンでなのでウェイン・ショーターのテナーサックスの魅力がたっぷりですし、あとねあのハードバップ好きも入りやすいアルバムだと私は思うんですよね。他にもねほらイエス・オア・ノーのようなね、あのまあ、いわゆるハードバップの延長線上にあるようなメロディーの曲、まあ、展開の曲とかもあるので結構ね聞きやすいし入りやすいアルバムだと思いますので、新主流派のジャズ難しいぞなんて思っている方がいらっしゃればですね、ジュジュあたりから入っていただけるととてもしっくりくるんじゃないかななんては思っていますけどね。でじゃあいただいたコメント紹介しましょうか。まずは広志橋本さんからのコメントですね。答え合わせありがとうございます。第2話としたのは単に問1と問2を区切るつもりでした。まあこれはワゴンホイールに関しての回答ですけどもね。それで、今回のお題はつまりジュジュに関してはわざと何も間違えようなどありっこない、天からわからん座布団少し返しましたあの広瀬橋本さん、かなり最近始めている私のベースでちょいメロディーの企画で正解を叩き出しまくっているんですよね。その広瀬橋本さんに私は座布団800枚っていう風にねワンオンホイールの動画で語ったんですけども、で今回はちょっとわからなかったみたいで座布団少し返しますだそうです。それで私はこのように返答しました。では1枚返却を点点点笑いと。でこのあたり過去60年代中頃の新宗派時代のブルーノート、まあ先ほど話した通りね、あのこのあたりのジャズは橋本さんの守備範囲ではありませんでしたかな、はてなはてなと返事をしました。で正解された方のコメント、永井勤さんからコメントですね。最近話題に上ったあの人のザザ、ジジ、ズズ、ゼゼ、ゾゾ、ダメだ忘れてしまったと書かれていまして、あ、ド忘れしてしまったって書かれていますけれども、まあ、正解ですね。わざとジュジュと分かった上でボケてくださいました。永井勤さんどうもありがとうございます。で私はこのように返信しました。限りなく近いです、まあ、ザザ、ジジ、ズズ、ゼゼ、ゾゾに限りなく近いです。なんとかの奇妙な冒険にも近いかも。まあなんとかというのはジョジョですよね。ジョジョの奇妙な冒険にも近いかも。まあジュジュですからジョジョ、ジュジュに近いかもと返信をしています。で、もう一名、分かった上でのコメントが、ドロマスさんからのコメントですね。ドロシーのマスターね。ジェジェって書いてますね。まあ、アマちゃんのジェジェジェってね、よく、驚いた時とか、みたいな時にジェジェジェってね、よく、登場人物が使っていましたけど、あの主人公のね能年玲奈、まあ、今はノンと言われて、まあ、名乗っていますけどね、事務所との関係で本名を名乗れなくなってしまったちょっとかわいそうな、まあ、能年玲奈ちゃんですけれども、まあ、最近はすごい活躍していますよね。まあ、ノンという名前ですごい活躍して中国で今すごい人気みたいですよね。で最近だとほらリボンとか、あとさかなクンとかでもかなり高い評価を得ているね、ノンの年齢だっていうか、まあ、今はノンですけどもね、その主人公のアキちゃんという名前の、まあ、ノーネン・レナとねをはじめとして、その三陸の岩手県の三陸の方言みたいですよね。だから杉本哲太だったりとか
お母さんの小泉京子とかね、あと夏バッパとか、もうみんなあの辺に住んでる人というか、あの辺出身の人はね、みんなね、豆部のおばちゃんとかみんなジェジェジェって言ってましたけどね、懐かしいですね。もうアマちゃん私大好きでしたからね。だからそれに引っ掛けて、まあドロマスさんもアマちゃん好きだと思うんですけど、ジェジェって書いてますね。ジェジェじゃなくてジュジュですけれどもね、ジュジュって分かった上でのジェジェってボケ、なかなか秀逸なボケです。ドロマスさんどうもありがとうございました。ということで、今回もまたちょっとね、お題目というか、ちょっとまたノイズが、ベースでちょっとメロディー、ちょっとテーマ弾いてみましょうかね。今回は、まあ、新主流派のジャズとかが守備範囲じゃない人も多かったのかもしれませんので、まあ、もうちょっと時代を戻して、わかりやすいメロディーのジャズの曲のテーマを弾いてみますので、分かっった人は、ぜひコメントをお書きになっていただければと思います。ちょっと弾いてみましょう。さあ何でしょう。ちょっと途中で何個かつっかえて間違えちゃったりとかしましたけれども、まあせっかく5弦ベースを使っているので、低音バリバリで低い音域でベコベコ弾いてみましたけれども、お分かりになられた方はぜひコメント欄にコメントをいただければと思います。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。